7月7日投開票の東京都知事選は主要マスコミの調査で中盤情勢でも現職の小池百合子都知事のリードが伝えられた小池氏は保守層や無党派層を中心に支持を固めており序盤から先行した戦いを展開している模様だ前立憲民主党参院議員の蓮舫氏と広島県喜多方市の前市長石丸慎二氏が追っており 2位争いにも注目が集まる選挙分析に定評がある経済アナリストの佐藤健太氏はこれまでの小池都政を評価している人は多く他候補は批判票だけに依存しない戦いが求められそうだと指摘する2期8年の小池都政の評価については6割強が評価する主要マスコミは7月1日付け長官で 都知事選の情勢調査の結果を報じている読売新聞は6月28から30日の調査をもとに一面記事で小池氏が選考を連邦舫し石丸氏をうと題して詳細を分析小池氏は自民党支持層の7割公明支持層の9割を固め立憲民主党の支持層からも2割が小池氏を支持していると報じた蓮舫氏は 立憲支持層の6割強、共産支持層の7割弱が支持しているという、2期8年の小池都政の評価については、6割強が評価すると肯定的だった。ただ、有権者の2割以上が態度を明らかにしておらず、情勢は変わる、可能性があるとした。JNN は6月29、30日の調査から、中盤情勢を分析し、小池氏ややリードと報じた。 蓮舫氏は激しく追い上げ、石丸氏については追うとしている小池氏は自民支持層の約6割と公明支持層の約8割を固め蓮舫氏は立憲支持層の約7割共産支持層の約9割の支持とした蓮舫氏が続き石丸氏が激しく追い上げる展開産経新聞は一面の記事で共同通信が6月29 30日に実施した調査の結果を掲載。小池氏が一歩リードとした蓮舫氏が続き石丸氏が激しく追い上げる展開という小池氏は自民支持層の5割強公明支持層の7割を固め蓮舫氏は立憲支持層の7割共産党支持層の8割弱の支持を得ているという小池都政の評価は評価するが55%に上っている 毎日新聞は一面の記事で小池氏やや先行し蓮舫氏が追い上げ石丸氏が続く展開と報じた東京新聞も2面記事で小池氏や,やリードと報じ蓮舫氏と石丸氏が追うとしているいずれの中盤情勢調査の記事でも小池氏が先行し蓮舫氏と石丸氏が追う展開となっているのだが面白いのは無党派層と女性の支持分析だ 無党派層の支持を石丸氏が蓮舫氏をやや上回った読売新聞の調査によれば有権者の5割近くを占めるとされる無党派層は小池氏が最も多い3割の支持を得ており蓮舫氏と石丸氏はともに1割強だった男女ともに小池氏の支持が厚く蓮舫氏と石丸氏は女性の支持が少なめだったという。 JNN の調査では無党派層は小池氏と石丸氏を支持する人がそれぞれ約3割、蓮舫氏は約2割となっている。女性の支持は小池氏が4割余り、蓮舫氏は約3割、石丸氏は2割弱だったという。共同通信の調査をもとにした産経新聞の記事は無党派層の支持は小池氏が3割弱で最も多く、石丸氏と蓮舫氏が それぞれぞ割強だった毎日新聞の記事では小池氏が年代別で30から60代に幅広く浸透し女性からかなり強い支持を得ているという無党派層や女性の支持を得る候補は一般的に支持の上積みが期待される投票先未定の人も一定数いるので情勢は変化する可能性があるが 主要マスコミの調査分析を見る限りにおいては中盤情勢でも小池氏がリードしているのだろうただ読売の調査分析では無党派層の支持を石丸氏が蓮舫氏をやや上回ったとしており JNN の報道でも同様の分析がなされている点は興味深い田崎志郎も無党派層で石丸が蓮舫をリード6月末に 桜井義こ氏の言論テレビに出演した政治ジャーナリストの田崎史郎氏は世論調査を見ると小池氏が他候補を10ポイント以上引き離していると説明東京は無党派層が一番厚い誰が一番アプローチできているかといえば小池氏が最もできている3から4割は小池氏だその他の人たちは蓮舫氏に大きく傾くかと見られていたが実は 石丸氏が少し上を行っていると指摘している2期8年の小池都政に対しても約6割が評価するとしており小池氏は無党派層の獲得女性の支持現職への肯定的評価という3点セットを背景に先行した戦いを展開しているようだただ不思議なのは中盤情勢調査を一緒にした社で表現が異なっている点だ例えば 共同通信は毎日新聞と TBS、東京 m x テレビ、フジテレビと共同で電話調査を実施している共同通信の加盟者は調査データを共有しそれぞれ掲載しているわけなのだが毎日新聞は2位の蓮舫氏が追い上げ石丸氏が続く展開と報じているしかし共同通信の調査結果を報じた 産経新聞の記事では蓮舫氏が続き石丸氏が激しく追い上げる展開と掲載した以下はネットユーザーの反応をまとめたものです読んだのですが何がバグなのかはよく分かりませんでした記事にある通り週末の情勢調査はたくさんのところが言ってたように見えますが実は毎日新聞東京新聞 TBS 東京 MX テレビ フジテレビ、共同通信は合同で同じ RDD データを使っていますそしてそこに各自の取材を加味して報道しているのですそれ以外の RDD 調査である読売は生の数字をもとに傾向を出していると思いますがそこでは記事にある通り無党派で石丸氏が蓮光氏を上回っていますそして、 合同の方は並んでるということなので、取材を加味すればそれは当然のニュアンスではそれで結局読んでみると、記事は無党派もろもろとは関係ない点を書いているようです。なんかタイトルが一致してない気がします。この社は、前回もこれでトレンド入りを狙っていましたので、恣意的だと感じます。単純に中央と地方の格差や都心と玉地域、格差は、 夜間人口に対しての税金額。税収が多く人口が少なければ手厚いサービスが得られるし、北海道の熊問題ではないが熊退治に、猟友会に払われるお金が、コンビニバイト並みの金額しか、地域もある。今の都知事選は東京は、財政が豊かだからこのサービスをします。あのサービスをします合戦。そうではなく、この金額で、ここまでのサービスが可能です。 できますの限られた財源でより高いサービスをやれる方法を話してほしいこれやりますだけならなら10代の学生でも言える新しい産業の構築すれば人は集まる税も増える今のと知事選候補は国政を変える力はない特に東京から日本を変えようと話しながら具体性のない蓮舫さんは最悪だから知名度で 下の石丸氏が蓮舫氏を上回ること自体がバグだと読み取れるような悪質なタイトルだと思います秋田方での石丸氏とメディアのやり取りを見てメディアがまともな機能をしていない可能性があることを知りましたが都知事選ではそれがより顕著に見え有意識問題だと改めて実感しました ただでさえ SNS の乱立で、間違った情報が流布される中、既存の新聞や TV メディアがまともな仕事をしないと、正しい情報が伝わらない危ない国家になると思います。石丸氏を応援していますが、都知事就任が叶えば、ぜひ引き続きメディアへの問題提起を続けてほしいです。